いやちょっと昼ごはん買いに行ってるところで、うん、ちょっとあれバック後ろちょっと日本語で書いてた、うん、日本のあれなんか貼ったとかなんかあって、そうそうそう、あーこれ多分日本人と思って、うん、一応挨拶 しようと思っ てこんな高級な車大丈夫かな。你不要再讲了，好好了好，你不要再讲了。没有，怒ってる。你们優しいですね。本当ありがとうございます。いやいつもそうだもん。日本に対するあれなんか返したいんで。日本ですか？あ、そうです。頑張ってください。ありがとうございます。谢谢。ありがとうございます。こそがあれば、あ、この帽子、そう、有名ですよ。そう、知ってます。すごいですね。日本のどこ出身は？横浜です。横浜？行ったことありますか？あるよ。ある。日本に留学しに行ったんですよ、私。大学は日大、日本大学。すごい。大学院まで卒業したんですよ。頭いい。日本で。はい、頭いいですね。いやそんなことないです。すごい、ありがとうございます。よかった。何か必要なんかあればない、はい、でも公開してもいいです。あ、いいですか。何か困ったら、はい、いつでも。くんどもシシ、いいよ。ちょっと待ってて、はい、ちょっと飯食べた。あ、食べました。ちょっと買って、うん、家族のところちょっと持っていってから。あ、OK です。その後は時間あります。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。高級ベンツ乗ってるお兄さんが加工まで送ってくれるみたいです。で今の私がこんな感じ。今もう暑すぎてこの帽子かぶりました。台湾で超有名だよって言った。マジで汗だくでさ、マジ助かる。本当にもう限界来てたんだよね。めちゃくちゃもう歩けないと思ったから。本当に助かります。ありがとうございます。カカオの次第、どこでもどこでも大丈夫です。すごい、日本語ペラペラですね。いや、そんなことない。すごい。我是混血、台日混血。真的吗？对。お父さん台湾人？ママは、ママが鍵の人。あ、ジャイ。对、ジャイ。あ、いい車ですね。すごい、初めてこんないい車。ママは落とす。いやちょっと昼ごはん買いに行ってるところで、うん、ちょっとあれバック後ろちょっと日本語で書いてた、うん、日本のあれなんか貼ったとかなんかあって、そうそうそう、あーこれ多分日本人と思って、うん、一応挨拶しようと思ってて。東京に住んでたんですか？はい、東京のどこ？中野区。うん、中野区で4年くらいか5年くらい、その後新宿区。はい、新宿区の新大久保のあたり。うわー、うん、私トータル13年14年くらい日本にいたんですよ。私日本は私の第二のふるさとですよ。あー、嬉しいですね。うちのお父さん、うん、日本の教育を受けたんですよ、昔から。あ、だから年も92だったんで、うん、実際は先週ちょっとあれ、うんあ、炎上に、うん、なってしまって、だから今ちょっと掃除機のところで、うん、実際はあっち掃除機のところをちょっと名刺持っていくから、それ普通は大丈夫けど中は、うん、なんかいや、私は別に気にしてないんで、あなたは気にしてます？大丈夫？私は大丈夫ですけど。ああ、じゃあ問題ないんで、うん、ちょっと待って、うん、あとうちの奥さんもこっちにいるんで。はいはいはい。みんな絶対びっくりするですよ、うん、飯買うだけでなんで誰か連れてきた。なんでお腹一人待って連れてきた。大丈夫、怒られないですか。ちょっと待ってね、俺も持ってくる、はい、ちょっと奥さんにご飯を渡すって言って急に女の子乗せてきたら心配させると思うんで、ちょっと一応ここにちゃんと置いてすぐ説明できるようにスタンバってます。大丈夫のかな、私降りなくて大丈夫かな、ちょっと心配や。こんな
高級な車。大丈夫かな。大丈夫でした。大丈夫です。大丈夫ですか。よかった。もうすぐ説明しに行けるようにこれ持っていこうかなと思って。大丈夫ですか。で、ここがお葬式のとこなんですか。别再讲了，好了好了好了，你不要再讲了。没有，怒ってる。そうよ。怒ってる、大丈夫ですか？あ、大丈夫ですよ。こんな時にって呼ばれない、大丈夫。そうよ。言われてるんだよ。でもね、うちの教育はね、もし何かあったら、恩か日本に返したいんですよ。あっちでいろいろお世話になったから、だから、ね。嗨，我不想在爸面前说什么，今天是爸很重要的时间，你把他带火车站，让他去坐火车去就好了。好了好了，知道了。我这边等你。好。好，我知道了。我靠！你们優しいですね。本当ありがとうございます。いや、いつもそうだもん。日本に対するあれなんか。返したいんだよ、うん、だって入学費いた時に、うん、昔はねなんか、うん、あっちで大学合格して、うん、なんか在留期間、うん、必ず保証人が必要ですよ保証人、はいはいはい、保証人がいないとあっちで留学できないですよ、うん、ある日本人と知り合って、はい、あの方はね私保証になってくれたんですよ、優しい、うん、私のために、うん、いろんな税金資料出してもらって、それで入国の申請って来たんですよ。だから留学ビザもらえる、はいはいはい、1年間1年間でずっと4年間何年間くらい、はい、毎年毎年出してくれるんですよ、はいはいはい、だからその後日本に対するいろんな恩があるから、だから日本に対するできるだけで恩返したいんで。もともとは台南の人ですか？そうよ、台南の出身。ずっと台南だ。はい、ずっと台南。おえへん。在哪里？我在高速公路上，快到高雄，等下要走回去了。真的太过分了。好了，你拜托你不要再讲了。怒ってる。怒ってる。申し訳ないです。いや大丈夫よ。いつものことです。いや本当ありがたい。申し訳ない奥さんに本当奥さんすみません。先生ありがとうございます。バイバーイ。いや無事高尾着きました。マジでもう本当にありがたい。本当感謝しかないですマジで。なんかちょうど今なんかお父さんのお葬式、台湾のお葬式ってちょっとなんか仮装する日までその日にちがあったりとかして、今週の土曜日に仮装するらしいんだけど、1日からずっとその仮装するまではお線香をあげ続けなきゃいけないんですね。毎日あげ続けなきゃいけないんですけど、ちょうど仮装版の家族のもとに朝食を買いに行く途中で話しかけていただいて、で私がヒッチハイクで台湾回ってるって話したら、あの連れてくよ、送っていくよって言ってくださって、で大丈夫なのかなとか思ったんですけど、大丈夫大丈夫って、なんか本当今まで昔日本に13年ぐらい住んでたらしいんですけど、その時にすごい日本の人にお世話になったから、そのお礼がしたいみたいな、恩返ししたいって。で私のお父さんも昔日本の教育受けてるし、お父さんはきっと喜んでくれるはずって言ってて、マジでもういや本当いやもう涙が出るよねそりゃ。で奥さんめっちゃ怒ってて、めっちゃなんか大丈夫かなとか思って、ちょっと申し訳ない気持ちがすごかったんだけど、もう本当優しい、本当に奥さんは本当に幸せですね、こんな素敵な人と結婚できて。いやマジで本当に本当素敵な旦那さんです。いやマジでありがたいですね。高尾までは本当は
20分ぐらい着くんですよ。だけどわざわざ高速乗ってくださって、でなんか市まで送ってくれて、それで大体もうちょっと40-50分、まあ1時間ぐらいかかるんですね。なのに送ってくれて乗せていただいて、もう本当に感謝しかない。いやなんかこの旅すごいいろんな人に迷惑かけてないかなって、なんか不安になってきたわ。奥さんとかに入ったら喧嘩になってさ、どうしよう、なんかいや喧嘩になったりとかして関係が悪化したらどうしようとか、もうなんかいろいろ考えちゃったけど、でも本当皆さん本当台湾の人本当優しいんで、やばい涙が止まんない、本当優しすぎて涙が止まんない、やばい。感謝です。